野生さん地下アイドルローカルアイドルさんっていうのもい,るいますしそれからねあの地方だけで人気なパーソナリティとかもいると思うんですよいわゆる地方芸能人とかね全国ではないけども地域ではよく知られているとかあとインディーズですよねインディーズの世界ではあものすごく人気でナンバーワンなんだけどもでもーワールドワイドに出ると誰やそれみたいなね 箸の棒にもかからなないよなだから自分のマーケットの大きさに応じた立ち位置があって私たちはその裏通りの中華料理屋さんみたいなもんですよねお客さんは大体何全員でも20人か30人ぐらいなんだけどもでも足しげく通ってくれてどっかよそに行くにしても「いやーこの味じゃないとダメなんだよね」とかね「あのー、班長」っていうやつがあるじゃないですか「怪事」あのー、スピンオフ作品に。で班長が 地上に出てきたときに、なんか懐かしの中華料理屋に行って、あ、メニューのコクが折れてる。これまだ使ってるんだ、みたいなね。で、えー、オムレーツライス。おーなんだこのオムレーツライスはいやどっちを頼もうかなカニチャーハンがいいんだけどな。オムレーツライス頼んじゃったみたいな。そしたら、親父が、はい、カニチャーハンみたいな感じで。あれ、頼んでないけど。あれ、そうだっけなんかいつも頼んでたからさ、ついつい出しちゃったよ、みたいなね。ああいう風な、あれですよね。味わい深さ。あ、俺のことをそこまでわかってくれてたんだ。嬉しいな、みたいなね。 ああいうふうなローカル店ならではの心遣いっていうんですか。まああれがなんかね、私たちの立ち位置じゃないですかね。うん、ああ、久しぶりみたいな感じ,じゃったりとか、あのー、なんていうんですかね、横のつながりでたまに吉田さんが出てきたりとか、奈美さん出てきたりとか、他の誰それさんが出てきたりとか、俊く君が出てきたとかね。<laughs> なんかあんな感じとかね。わあ,あ、鷲津さんまたいたんだみたいな。安るが来たみたいなね。まあそんなんがポロポロポロ出てきて、たまにね、和田直樹みたいな。和 <laughs> 田も出たりとかして、どうしようもないやつだね、みたいな。 うん、なんかそういうふうな、ん、良さがありますよねなんかねローカルなローカルなよさでもローカルでもやっていけるしローカルが一番多いんですよね脚光を浴びる大長島っていうのは一人二人うんイチローだって一人二人しかいないけどもでも地方のすごく頼りになる野球バカみたいなの結構いると思うんですよねだからそういう人に私たちはやっぱり支えられる地域一番点っていうんですかああいう風になっていけばもう十分なのかなと思うんですねいっしゃ